バーバーできたの見てみたいけど、どんな感じになってるんだろう。いくよ。うん。ドアーデンジャラスアコニーなーきまで。はい、ということでね、今週も困った方にお食事を配るため神奈駅の近くにやってきました。今回はね、とにかくこだわります。そのお弁当をね、困ってる方たちに食べてもらって喜んでほしいなーっていうのがあるんでね、これから配っていければと思います。はい、ということでね、お食事をね配っていこうと思うんですけど、まあ、ちょっと予定があってね、夜7時回っちゃってたよ、遅いんですけど、今日はね困ってる方たちにお食事を配りに行くっていうふうな約束をねしてる。今回配らせてもらえるものなんですけど、最近めでたいことがたくさんありまして、ね、この食材を使わせてもらうんですけど、チャンネル登録者も、ね、10万人突破して、サブチャンも、ね、登録者1000人突破しましてね、本当皆さんありがとうございます。10万人も突破して、作る料理もどんどんこだっていこうと思うんで、今回は、ね、その第1弾になります。その食材がこちらです。ババババということで、こちらね、先日もね、マダイ使わせてもらったんですけど、それよりも、ね、さらにでかい特大のね、マダイを使って、一見難しそうに見えるんですけど、めちゃくちゃ簡単なとある料理をお配りしていければと思うんですけど、僕たちはね、困ってる方たちにも配るんで、こんだけ大きいの使うんですけど、ご家庭で、ね、食べる際はもうちょいちっちゃいやつでもね、十分な量作れると思うんでね、ご家庭でやってみてください。はい、じゃあパッペク、今日の料理の名前は、タイの塩釜焼きです。すごい特別な料理に見えるけども、単純で簡単なの。早速やっていこう。やったか。じゃあ前回見たくタイの鱗を取っていこう。しっかりを押さえてね。今日はね、塩釜焼きってことでね、見た目をかっこよくしたいんでね、今日は切りませんけど、ご家庭でやる方はヒレをね、ハサミで切った方が安全ですので、お腹のところにたっぷり鱗がついてる。この前学んだもんね、際がすごい良くなってる。一回やると覚えるんだね。反対側も綺麗に鱗を取っていく。そしたら一応亀の子だらしで綺麗に洗っていこう。そうしたらまずね、内臓を取ってこう。前回通り穴に刺して、お腹のこれ少しね、なんでもね、この下処理が大事だからね。ほとんどはね、エラを取ってこう。高いのはエラだから、うん、ハーブとか香草を入れると味が美味しくなるんだけど、用意するのって大変じゃん。そこでね、ハーブとかが混ざってる美味しいお塩っていうのがある。クレイジーソルト。これをね、お腹の中とあと表面に少し塗ってこう。そしたら一回塩を練ってこう。このまま練っても何もなんないから、卵白を入れてこう。粘り気が出てくるからね。すごい、なんか気持ちいい、うん、気持ちいい。ずっと触ってられるよね。しっかり粘り気出たよね。そしたらベッドを作ってくれる塩で、そしたら塩を前にオリーブオイルを塗ってこう。オリーブオイルなかったらサラダ油でも大丈夫だよ。直に太陽を置くとしょっぱくなりすぎちゃうから、コーンを引いてこう。いきます。うわはみ出ちゃうね。でっか。よし、じゃあこれに塩を塗っていこう。これをきれいにならしてほしいかな。手のひら、平べったいところで軽く押さえていってみて。そしたらじゃあこれにね、魚の絵を描くのが恒例なんだ。よし、行くぞ。そしたらね、黄身を、ね、描いた絵のところに上から塗ると、焼き上がりの時に見やすくなるみたいな。これお子さんなんかと一緒にやったら楽しいんじゃない、これ。あー、いいね、いいね。できたー、ね、焼き上がってからのお楽しみだね。200度で軽く温めてあるから入れてこう。美味しくなるよね。はい、じゃあ今日はね、塩釜焼きだけだとお腹が満たされないと思うんで、たくさん食べてもらうために野菜から作っていきます。
い、じゃあ卵入れました。回ってなかった。卵入れると旨味がすごいね。はい、じゃあね、タイの塩釜焼きできたみたいなの見てみたいと思います。どんな感じになってんだろう。いくよ。ほっ、すげー、色変わったね。やっぱり取り出してみようか。うわ、重っ。うわー、すげー、すごい。ほら見て、かっこいい。愛、塩釜の中に愛がたくさん詰まってるからね。ほら、喜んでくれよ。喜ぶよ、これは。お、変わった。中身どんなになってんだろうね。ね、このね、木槌で割ってみよう。焼き上がってるじゃん。うわこの真ん中いっちゃうね。うん、ホロホロだよ。めちゃくちゃうまそう、これ。じゃあこれ一口いただきます。うまい。めちゃくちゃもうプリプリ。塩釜の塩味がすごい染み込んでて、油もノリノリで、これはうまい。このタイの塩釜、しみちゃん認定。このタイの塩釜焼き、同窓生活者の方と喋ったら絶対喜んでくれんな。待っててくれよ、美味しいの届けるから。ご自分で他のお仕事とか探されたりは。心がね、落ち着かないっていうのありますよね。まあ、ゆっくりね、頑張っていきましょう。コメント美味しいの置いとくって。お、なんかご自由にお取りくださいって。なんかボランティア団体の方が置いてってくれたんですよ。うん、寝てました。いや、あ、本当ですか。タイがね、はい。あ、そう、塩効いてるんですよ。ボリューム満点なんで、また来ます。ゆっくり寝てください。こんばんは。お弁当できますか。こんなところで段ボール行くから大丈夫ですか。いつもこうやって路上で生活されてるんですか。いや、当然です。多分お仕事辞めさせられちゃってるとか。まあ、まあ、なんとか。とりあえず今日ここを出したまた考えます。なんか困ったことあればいつも言ってください。はい、ありがとうございます。また来ます、はい、頑張ってください。お弁当持ってきました。これ足すごい汚れてますね。お風呂とか入ってますか。入ってない。美味しいの作ってきた。お味どうですか。よかったよかった。お腹空いてました。じゃあまた美味しいの持ってくるんで、ゆっくり食べてくださいね。頑張って。はい、ということでね、愛がふんだんに詰まったこだわりのタイの塩釜焼き全部配り終わりました。お疲れ。
はい、まあそんな感じでね配っていったんですけど、こだわりにこだわって作らせてもらったタイの塩釜焼き、あれだけ手が込んでるもの作ると愛情も深まるよね。本当に人助けで料理のステータスがどんどん上がってんのがよくわかるね。いろんなことに挑戦して人助けもしながらレベルも上がっていくなって考えたら、もっといろんな料理に挑戦していきたいよね。こういう活動やってると人の喜びが原動力だよね。やっぱり食べてくれる人たちの笑顔っていうのがね原動力だし、そういう方たちのためにもっといろんなもの作って届けてあげたいね。ね、地下道のさ本当に元気のないおじちゃん、体も汚れてさ返事もままならないようなあのおじちゃんもさ、こうお食事渡したらあんなに食べてくれて、美味しいとかありがとうとかそういう返事は聞けなかったけど、それだけやっぱ食べ物を求めてるなっていうのも分かったし、働いたりとかっていうのも本当に難しいと思うから、お食事渡して美味しいもの食べてもらって生きてもらいたいよね。ああいう方って絶対に自力ではもう生きていくことって難しいと思うから、ああいう人こそもっと助けてあげれたらいいんだけどね。そうなれるようにどんどん力つけるしかないね俺たちが。あとさ、今日路上生活を始められたっていう男性、人を信用できてない感じっていうのがすごい伝わってきて、会話もまともにしてくれなかったし気持ちが動転してるんだと思うんだよね。僕たちも最初の頃はお話もあんまり聞かせてもらえなかったけど、何度も通い続けたことで今の関係っていうのがあるし、地道にねあの方にも信用してもらえたらいいね。いつか心開いてくれる時が来るかもしれないしね。うん、まあ、これからもね困ってる方たち支援ね続けていこう。うん、はい、ということでね、この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕たちのね名前が載ってる小説がね現在発売中なんで、よかったら概要欄から見ていってくださいね。新しく開設したサブチャンと僕のね SNS 概要欄に貼ってあるんでフォローお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。